ついてつけーってもうついいけるんだもんこれ。百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店のうがです。やってますかもう。今日はですね、ちょうど剣道日本さんから連絡いただいて、今月号10月号に皆さんご存知、北海道の映画秀幸先生が今年のね、八段戦優勝された映画秀幸先生が北海道の恵庭南高校の剣道部を指導されているところを取材に行って動画にしてきましたっていうので、非常にね、これ楽しみに見てたところです。もちろんね、その動画の方はこれ本買わないと見えないんですよ。中にね、QR コードが入ってて、それを今スマホでパシャってやって見るようになってます。しかもね、その動画が4本立てでめっちゃ気合入ってるんですよ。全部で1時間11分、素振りから基本打ち込みやって、地稽古までめちゃくちゃしっかり入ってます。映画先生の指導内容はもとより、言葉の力強さ、言葉から発する部員の皆さんへのね、その愛情みたいなのね、本当にね、響きます。もう打突は手で打つんじゃなくて足と腰で打つんだから。全部は小手でも何でも、足と小手でも、まあ、手でこうやって打つんじゃない。足と腰で打つ。面も足と腰で打つ。胴打ちも足と腰で打つ。そこにしないがある。しないで実際は打ってるけど、そうしないで打ちに行くんじゃなくて、足と腰でしっかりっていうふうに打つ。だからもう全然腰から下、そこを意識して軸をぶらさない。軸をぶらさないで固定打ちも相手さん。こんなことしない。足と腰で足の膝の方をきちっと相手に正対させて、こうやってきちっと足もきちっとなってなきゃ、こうなる。こんなことやってたらダメだ。全然いいか、はい、必ずコテでも何でもコテって上がるんだよ。ダーンってこのまんまじゃないんだよ。みんならメーンって必ずそこに、必ず自分の打つここに戻っておかなきゃ。突き技もついてスキーンってここに戻っておかなきゃ。それをついてつけーこうやって、これ終了だもん。ついてつけーってもうついいけるんだもん。これ戻ってくるわ。だから面技胴技何でもそうなんだけど、最後はハーってこれ戻るの。面にしてメーってこれ戻ってくるの。でついてつけてあげる、つけーってこれ戻ってくる。こてーこれ戻んないよ。これメーこれダメなの。どうなんとかでやってるやついるけど、ここで戻んなきゃいけないね。だから突き技も突きって満足するんじゃなく、ついて突きで気持ちが最後に残るから。が、はい、はい、いか、同じ面打っちゃダメだって。同じ面打ったらね、今面打ちでしょ。いつも一本打ちの技でやってるんだから、同じ面をやーって構えて、同じ面をやーってこの面だったり、例えばここからやーパーンって開けてバーン、相手に歯を見せながら相手の方に乗ってったり、または手の内をうまく効かせてスッパンって、しかし手の内だけで効かせる技、またはこの竹刀を剣線を制しておいてスーッと置いて打ってったり、または今度は裏の方を攻めといて裏から入ってったり、で面打ちだってなぜたくさんあるんだから、打つんじゃないぞ。突きをこうやってやってて、その V のところを点で捉えるわけだから、この状態でこう入ってくる時、点で捉える。自分の入ってて腰で持ってって点で捉える。でこれをここの面で捉えてるやつでんだ。こうやってポンとこうやって合わせて、こうやって突き打ちじゃないから、こうやってこれやったらごまかせるんだ。こうやってでもそれだけここっていうのはすごい急所で一番厳しいところなの。この腰のこうパンってやったらきちっと腰からこうつかないと、気でつくんだから、気でこの時で腰でキセッとついていかなきゃいけないわけだ。そこに行くためにどういったことをやっていかなきゃいけないのかっていうことを、基本からまずしっかりとやって、そして学校生活はどういうふうに送らなきゃいけないのか、テストだったでしょ、で自分たちのテスト結果出たでしょ、でその結果を踏まえて私はどういうところを直さなきゃいけないのかっていうことが分かるわけでしょ。試合と同じように打たれることによってそれが反省する場所が分かるわけでしょ。で悲しいとか悔しいって言ってて、それを真剣に勉強でも取り組まなかったらまた同じことを繰り返すわけでしょ。そうじゃなくて、失敗はいいの、どんどんしなさいって。失敗して剣道でもいい、失敗してそれをやらないことの方がダメなんだから、まずは失敗を恐れずに、まず失敗を出しなさい。どんどん悪いところをもう吐き出しなさい。
で、それを何なのかっていうことをちゃんと自分できちっと分析しなきゃダメなんですよ。そしてそれを克服するためには何をするのかっていうことをやるんですよ。で、その結果はどういう形に出るか分かんない、いい方向に出るも悪い方向に出るもいろいろとあるかもしれないんだよ。でもまずは真剣にそれに取り組む方法をきちんと考えてやるということ、でそれが剣道にも必ずつながる。そういう剣道の教えを真剣にやってれば日常生活にもちゃんと生かしてくれるんだよ絶対に。剣道即人生だよ、ね、人生即剣道なんだからタイアップして考えないから、だからお前たちは剣道しに来たんでしょうちに。だからその剣道を 100% 以上やらなさい一生懸命。ホームページが新しくなりました。剣道具の選び方の動画が100本以上あったり、かっこいい剣道具のウェブシミュレーションができたりします。無料カタログもこちらからプレゼントしています。ぜひ遊びに来てください。